はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、俺の友達召喚キャンペーン、こちらをやってですね、このランク Z のね、豪華報酬をゲット、このランク Z しか出ないこの神コインをね、ちょっと回していきたいなと思います。スペシャルコイン Z の中身なんですけども、プニツバキ姫持っていません。そしてケンゴベニマル持ってません。そしてプニガミコマミ持っていません。だからこの辺りが出れば僕としてはね、超ラッキーだから、結構持ってないのがあるんで、 これはねちょっとすごいいいイベントかなと思います。僕はですね、久しぶりにプレイしてくれた人の人数は2人ですね。なかなかね、やってないっていう人がいないんですよ。僕の友達はさ、みんなプニプニやってるからさ、昔やっていて今ねちょっとやっていないっていう人がね、なかなか見つかりません。だから3人目がねちょっと見つからないんだよね。どうしようかね。そして初めてプレイしてくれた人、これはねもう誰でも声かければやってくれるんで、3人見つかりました。ということで、久しぶりにプレイしてくれた人が2人、初めてプレイが3人、いつもプレイが1人ということで2枚あります。結構ねコメント欄でもね、初めてプレイがさもらえないよっていう人が多かったんだけど、送った URL、 このアドレス、インターネットのねアドレス、そこを押してですね、出たページから、このここからプレイ、このボタンを押すと自動的にプニプニのアプリが立ち上がってゲームが始まるんですけども、そういう手順で多分ねやっていないんじゃないかなと思います。だからこの説明をねよく読んでね、この手順通りにやれば、まあ、僕は Android でやってますけども問題なくもらえました。さあ神引き行きたいなと思います。2回しかありません。このスペシャルコイン Z 初めて見たよ。まあ当たり前か、みんな初めてだよね。ちょっとね久々のコインガチャなんで、ちょっと練習行くわ、スペコ行くわ、スペコ。スペシャルコイン、これも激アツだよね。 S ランクしか出ない、まあ、今となってはね S ランクかよっていう感じなんだけど、おお、ずっと進んできました。持ってます、持ってます。フィレーションに変わりました。その他にもね結構コインたくさんあるんだけど、最近回してないんだよな。この辺りの桃色コイン G とかもね、かなりランクの高いキャラが出る。ここでいきなり持っていないあのキャラが、おう、しかし持ってます、コマさん S。 これは技レベルいっぱいですね。さあそろそろ本番いきましょうか。さあ行くぜ。さあ持っていないコマミベニマルあたりが欲しい、いきます。これで持ってるキャラ出たらちょっとショックがでけえな。2枚あるんでね、2ちゃんいきますよ。神引きいくわ。こっから電王とか出ないよね、ケータロスとかね入ってなかったからね。赤ビスからの赤カップからのコマカーちゃん、これ持ってるんですよ。ついこないだ出したばっかり。技レベルアップかい。本当にこの前のイベントでねゲットしました。まさかのまさかの、やべえ。いきます。コマカーちゃん好きだけどね、今ここで出なくても、いやもう一回あります。できればベニマル欲しい、コマミかベニマル、いくぜ。さあ赤株じゃなくて木のウィスパーお願いします。よし来た、まさか、おお来た、マジか、こっから来たよベニマル、やったマジか。これね最強ですよ、これはやばくね、ベニマル、やったぜ。これ配布コインからまさかのベニマルですよ、超激アツ。ちょっとねこれ使ってねイベント攻略もねやっていきたいと思います。やべえ。さあ皆さん、今回の仮面ライダーイベントどうですか。難しいよね、電王クライマックスフォーム、なかなかねガチャから出ません。だからガチャからさ、あの今回特攻のさ電王クーガアルティメットフォームね、この2体がないとさ01勝てません。まあもしくは全部封印してやれば勝てるかもしれないけど、現状ねもうほんと特攻ゲーだよね、やばいよね。まあでもね僕的にはね、まあそういう
01とかもいいんだけど、はい、この音、この動き、この手のこの癖とか忠実に再現されてる。だから S ランクなんだけど、この辺りのさ、キャラがむっちゃ刺さるんだよね。戦闘員 B ランクなんだけど、むっちゃね好きなんだよね。だから結構ね、僕としてはね、今回まだダブルゼータとかね、 Z のキャラゲットできていないんだけど、結構満足的な。この01もさ、正直この A ランクなんだけど、スタンダードなねタイプがもらえるんで、これ結構好きなんだよな。まあ、あとはね、ドライブオリジナルの声たまりません。これは結構ガチャからね弾けてよかったかなと思います。さあ、言ってもね、イベントの間にね全てコンプリートしますよ。だけどね、まあ今はね焦らずに、まあ、課金してね元気ドリンク突っ込んでね走るよりはちょっとね様子見た方がいいかと思います。もちろんね、イベント追加要素いろいろあります。でこれから特殊能力もねパワーアップしていくんで、まあ様子見ながら、言ってもまだ始まったばかりだから、結構僕のフレンドでもあの01ね持ってる人いるけど、まだ始まったばっかなんで、ちょっと様子見ながらね楽しんでいくのがいいかなと思います。さあ、ベニマルゲットだぜ。現在の状況なんですけども、イベントクエストは残り1つとなってきました。そしてショッカーに勝った回数37回です。あと3回でアギト。さあ、元気ドリンクね交換しておきましょうか。まだ確かあると思います。さあ、今のところねまだ元気ドリンクは使っていません。レベル7にね取っておきます。今ねシャドウムーンに勝った回数が6回ですね。とりあえずね7回を目指してねやっています。さあ、仮面ライダー1号やっていきましょうか。さあ、今回のねこのスペシャルコイン Z の中身のおすすめキャラ、ケンゴベニマル引きました。タップでデカプに周囲を消す、 G まで打てます。そして自身の技ゲージが溜まった状態でスタート、これはちょっとスキルレベル上げると化けるね。さあ、あとね残り Y 学のねキャラでいきます。タップでデカプにワイルドボーイ、黄色猫来ました。スキルがあります、つながりやすくなる。これもですね非常に強敵で使える。そしてミストシャドウ、全消しフィーバー中はその効果アップ、いわゆるスーパーフィーバー G まで打てます。シャドウコアが降ってくる、これもね強敵相手で使える。そして学校が Y、 攻撃力はねもう一番と言っていいでしょう、 G まで打てます。そしてデカプニが降ってくる。そしてスカイスネーカー、前回のイベントでゲットしました。全消しスーパーフィーバー、ハイパービート、そして技ゲージが少し残ると。キャラクターボイスはリーヌ。さあ、こんな Y 学パーティーでいきます。 Y 学のキャラはねこれからは多分使う機会が増えてくるんじゃないかなと思います。っていうのもですね、もう分かっていると思いますけども、妖怪学園 Y との連動イベントでは妖怪学園 Y 以外のキャラは弱くなってしまうということで、実質ですね妖怪学園 Y のキャラがないとちょっと立ち行かないみたいなね、そんなイベントになってきたんで、ここはちょっと抑えておきたいよね。そしてこの赤猫、黄色猫、もう一つね青い猫もいるんですけども、ちょっとね青い猫は今回ガチャになかったんでゲットできませんでしたけども、まあ、とりあえずね赤と黄色揃えました。これはタップでデカプニなんで必殺技の中でも非常に使える。そして Y 学キャラ連発していきます。なんか Y 学キャラもねだんだん揃ってきたよね。このウォッチが使えるというのがでかいよね。ステータスが 25% 上がる、半端ないです。さて、シャドウコアうまく使ってもう一発打ちたいね。いきます、強力です。さあ、いきましたね、落ちません。だから今回僕のね一番欲しかった赤猫が出てきてくれたんで、これはね良かったです。ちょっとね育てていきますよ。ちょっと育てるのが大変だけどね。
さあ、あと残りおすすめキャラなんですけども、邪神カチカチ、大量プニ消し、ポイント玉壊しなんかでも使えます。そしてスキルがね、薄ら影の種族効果アップということで、これも強敵戦で使える。そしてリンネ、リンネもね使う機会多いよね。 G まで打てます。そしてダメージを受けた時に技ゲージがアップする。スキルがねなかなかいい感じです。不動明王天全消し、デカプリの技ゲージを多く貯める。こちらも非常に使える。 G まで打てるスキルがあります。この技ゲージ溜まる系はいいよね。だからうまくやると連発できるんだよね。ドミオ、はい。選ばれた妖怪プニを消す。自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。これもね、速攻打てるんで、非常に使える。そして今回も出ました、コマカーちゃん。全消しスーパーフィーバー。まあ、ポカポカの中では非常に強力なキャラ。見た目は可愛いよね。さあ行きましょうか。ショッカー戦闘員。さあここはですね、何体も倒して仲間にしていきたい。今あれだよね、ショッカー戦闘員のもうわけわかんないイベントも あるしね。さあ B ランクなんで結構仲間になりやすいかなと思います。で B ランクにしては強い。まあ攻撃力アップなんだけど、まあ、B ランクにしてはなかなか強いんで、まあ技レベル上げてやるとね、使えるんじゃないの。さあまずね、技ゲージ貯めていきます。このデカプニが降ってくるスキルもいいよね。スコアタなんかでもね非常に使える。さあ気になるのはやっぱりスコアタ、来週からのスコアタが本番だよね。今回仮面ライダーのイベント限定スコアタがあるということがもう事前にねアナウンスがあったんで、これは決まりでしょう。ライダーが出てくる、この01とかね、まあライダー全て出てくるとは思うんだけど、まあ01メタルクラスターホッパー、いや電王かな。さあ鉱物与えます。さあカチカチ、ポイント玉壊しでもね非常に使えます。体力プニ消し、あと強敵相手にも使えるしね。だから今回のさ、あのランク Z のスペシャルコインはね、外れが正直ないよね。だから持ってないキャラが出たらもう超ラッキーだよね。なかなか Z ってさ、復刻あってもさ確率が低くて手に入らないからね。もうそれが簡単に手に入ってしまう、いいよね。さあクリアしました。1055 Y マネー、 Y マネーも稼いでいきます。